今日のマーティー。マーティー。あ、足はだね、足は。マーティーは服着たり着なかったりだね。そうだね。着せてみる、えちゃん。着せてみる。あー、そうだそうだ。マーティー、噛んじゃない、噛んじゃない。じゃあパパやろうか。はい、スポーン。はい、はい、かわいいね。入れてみよう。はい、オッケー。はい、マーティー。マーティー、マーティー。はい、こんな感じだね、うん、じゃあ本編ご覧ください。はい、はい、こんにちは、まやチャンネルまやはるです。はい、ということで、本編もですね、マーティーくん絡みでございます。こちらですね。お、はい、早速開けていきましょう。はい、おお、そのまま入ってる、すごい。はい、こちらクレートというのをですね、購入しました。うん、はい、はい、こちらですね、リッチェルっていうところのキャンピングキャリーダブルドアってやつ。うん、これはですね、マーティ君の寝床にしたいのよ。お、うん、なんでかっていうと、以前ね、今日のマーティ君にちょっと見せたんだけど、この寝床ね、噛みまくっちゃってさ、そうだよね、そう、で苦いスプレーかけたんだけど、それでもね、そう、それでも噛みまくっちゃって、で股が出てきちゃうんでね、うん、これはまあもうちょっと大人になった時、うんうん、に使えばいいかなということで、今はこの中で暮らしてもらおうかな。うん、これに慣れさせておけば外出にね、そのまま持ち運びできるんでね、うん、いいかなと思って購入しておりますね。はい、じゃあ早速組み立てていきましょう。はい、ここにこうセットして、はい、ということでクレート完成しました。こんな感じだね、うん、そうだね。前にこういうね、折りみたいなのがあるんだけど、これダブルドア、両方こっち側からも開くし、反対側からも開くんだ。うん、で、これで取り外しもできる。お、だから普段はこれで入れればいいんだよね。プラスするときはこれつければいいんだ。うん、さらに優れてるのがこの上が開く。開く、ね、これいいよね。そうね、だからもしものときね、なんかこうなんか掃除したいときとかいうときはここからね、できるわけですね。ゆいちゃん、ここに取っ手がついてるので、この持ち運びができるというものですね。ね、はい、じゃあマーティ君にもう一度登場してもらいましょうか。はい、マーティ君、この中、この中入ってごらん。この中入れるかな。あ、やっぱちょっと怖いかな。あ、入ったね、入った。あ、でもカレーに出た。ここにこういうさ、毛布系、うん、これ入れてあげて、そうしたらマーティも入りやすい。入った、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 入った。いいね、すごいね。しゃがんでね、しゃがんでね。はい、あ、入りました。うわー、出ちゃった。ああ、ここちょっと閉めてみようか。はい、閉じ込めてみました。これちょっとごめんね、マーティ君、中一回閉めてみよう。閉めて、あ、こんな感じ、こんな感じで、これで持ち運びできるわけだ。あ、すごいすごいすごい。ああ、いいじゃん、いいじゃん。はい、翌日でございます。マーティ君気に入ってくれたみたいで、中でぐっすり寝ております。よかった。はい、ということで今回ですね、マーティ君用のリッチェルというところのキャンピングキャリーダブルドアというクレートの紹介でしたね。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、マーティ君可愛いと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そして今日のおすすめ動画この辺に出てますので、ぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録はこちらからよろしくね。ということで今回は以上でございます。マーティ君、おい、マーティ君、バイバーイ。